レートピシとは、中世、ルーシの文学ジャンルを指す言葉である。レートピシは、各都市、国、地方の歴史的出来事を年代順に記載したものであり、日本語文献においては、年代記と訳される。レートピシという名称は、各年の出来事が、という言葉で書き始められるのが、一般的であることに由来する。ビザンツ帝国における、年代記はギリシア語、ローニューと呼ばれ、 西欧のものは、ラテン語、アナリス、または、クロニクルと呼ばれる。レートピッシは、ルーシにおけるこれらの年代域に相当する。レートピッシは、14から18世紀の写本が多く、残されているが、それらは、他の資料によって、小本から書き換えられている部分があると、理解されている。レートピッシのうち最も古いものは、ニジニノブゴロドの修道士ラブレンチーによって、 1377年に過失、返散されたと推測されるラブレンチー年代記や14世紀に返散されたイッパーチー年代記である。これらはより古い12世紀にキエフで返散されたレートピシである杉氏と都市付の物語を使用文献として返散されている。また、レートピシは多くの都市で返散されたためある出来事について排他的または 優先的に記述したものや方言的な独自の言語的特徴が現れているものがある。ぜリバース。ありがとうございます。